ばば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 はい、木村選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はまあ序盤、まあ、逃げるシーンもあって、まあ、最終的に集団で、まあ10位という結果でしたけども、振り返ってどうでしょうか。そうですね、昨日のステージで、タイム差を少し失ってしまったので、今日スタートして体が軽く調子がいいと思ったので、チャンスを見出そうと、2回ほど逃げに試みたんですけど、イランチームがコントロールする集団からは逃がしてもらえず、その後、まあ、集団に戻ってチームメイトと固まって秋丸選手を中心に集団前方で上りに入れるようにして、最終回ですね、少し上りで遅れてしまったんですけど、下りで挽回して、最後はスプリントをして10位という結果でした。今日走ってみて自分の感覚的にはどうですか。そうですね、調子が悪くないっていうのは、確認できたので、明日の富士山で、修善寺を狙って頑張っていきたいと思います。はい、横山選手お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、地元長野のステージで、はい、まあ、最後は、まあ、追走に飛び出す場面もあったんですけども、はい、レース振り返ってどうでしょうか。そうですね、ラスト、一緒に入る手前の下りで前受け狙って飛び出したんですけど、まあ、そうですね、残念ながら山のふもとで上りのふもとで吸収されてしまってちょっと残れなかったんで、はい、そこはちょっと悔しいですね。チームメイトを待とうとしたんですか。いや、チームメイトを待つというよりかはそうです、まともにそのやっぱイランの2チームが強いんで、まともにやったら残るのは厳しいと思ったんで、そうですね、前受け狙って、はい、行きました。結構会場でも横山浩太が飛び出したって流れてて、ちょっと地元でアピールできたんじゃないかなと。そうですね、そうです、今回地元ということでかなり応援の方々もいて、はい、まあ、きついステージなんですけど、はい、とても力になりました。水戸選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、目標であった、まあ、先頭集団に残れて20位でゴールというステージだったんですが、振り返ってどうだったでしょう。まあ、最初からやっぱイラン人なんですけど、上げていって、で僕の調子も悪かったんで、残れるか心配だったんですけど、徐々に周回数を重ねるごとにやっぱ僕の調子が出てきて、まあ、結果的に先頭集団に残ることができたので、まあ、終わってほっとしますね。明日はまあ初めてのディスタンスステージなんですが、はい、まあ、タイムの目標があるかどうか分からないですけど、まあ、どういう走りしたでしょうか。はい、そうですね、試走の時は、まあ、47分プランで走ったんですけど、で明日の疲労度的には試走の時よりやっぱ疲れてるんですけど、気持ちで負けないで44分とか5分とか狙っていきたいですね。それで総合順位を狙っていきたいですね。野寺監督お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、今日は、木村選手が、10位、水戸選手が20位と、まあ、先頭集団でゴールできて、まあ、チームとしてもいい戦いができたと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、まあ、例年ここのステージがかなり厳しくなるというのは、イメージとしてあったので、まあ、かなりこのステージをいかに乗り切るかというところに一つの重点を置いてトレーニング段階からやってきたんですけど、まあ選手の状態 も、もう昨年までのこのツアーオブジャパン数年間、ね、若いチームでやりましたけどそこに比べたらもう別物のようによくやってくれたかなと思ってます。まずスタートからですね、まあ、もしかしたらこう逃げが決まって荒れる展開になるかもしれないという、話し合いがあったので、木村が攻めて走っていってくれましたけど、まあ、それは思うように逃げが決まらなかったと。ただその後集団のペースが安定したことによって、まあ、チャンスが生まれてきて、まあ、好調であった木村、湊、横山ですね、この3人を、まあ、作戦通り先頭集団に残していけたと。まあ、最後横山はラスト2周過ぎてから、ラスト1周入る前ですか、単独で抜け出して、そこからの動きを狙ったんですが、まあ、それがかなわず、まあ、多少タイム差を取られてしまいましたけど、
まあ、あのチャレンジとしては良かったんじゃないかなと思います。でですね、まあ、あの木村と湊がしっかりと先頭集団に残って明日以降へつなげる走りをしてくれたし、まあ、彼らも、かなり、まあ、ついていくだけじゃなくてですね、まあ、逃げを試みた後に 最後まで勝負できたということで、まあ、あの力の向上は感じていますし、まあ、あの明日の富士山、明後日の伊豆、まあ、最後東京まで向けてですね、もうワンチャンス作って、上位を目指していきたいと思います。で、まあ、富士山は、まあ、トップの選手とは、まあ、多少のタイム差はつくと思うんですけども、やっぱり今の選手には期待できる部分もあるでしょうか。そうですね、やはり富士山の持ちタイムから考えると富士山で、ステージ優勝を目指すというのはなかなか、まあ、無理な話ではあるかもしれませんが、そこでですねタイム差を、近いところまで持っていくのは十分可能だと思います。伊豆ですね、伊豆ステージの走り次第では、上位には送り込めるかなと、 UCI ポイント圏内には複数人送り込むことはまだまだ可能だなと思っています。はい。